はい、バッターはインコースを打って一塁、高木隆です。攻撃です。お願いします。これが正解なんで、はい、はい、今回もですね、コメントの方から飯坂さんへの質問を読ませていただきます、はい、ありがとうございます、はい、背番号が16から3と軽くなった時の感想とか聞きたいです、うん、まあ軽くなるというか、はい、重くなるというか、あ、そこはやっぱこう数字が小さくなれば軽くなるっていうものじゃなくてさ、はい、まあ、なんで16番を最初につけたかっていうとさ、はい、前年度日田さんと岡田さん阪神のね、はい、あの2人が16番で新人を取ったんだよ。で、はい、16番たまたま空いてるから、はい、お前もつけろということで16番だったんだよ。あ、そうなんですね。いきさつはね、はい、で16番って俺のイメージの中でもピッチャーの番号だなと思ってたから、まあそんなに好きな番号ではなかったの。どちらかというと偶数より奇数の方が好きなのよ。だから、まあ、16ってって思ってたら1年目のキャンプの時にさ、まだ川上さんが元気でさ、はい、来られて、川上さんって16番だよ、各球団の16番気になるんだよとか言うのを、ね、そういう見方もあるんやね。で、まあ、その16に愛着持たないかと思いながらやってるわけよね。1年目終わった時にだからお前一桁の3番が空いてるけどお前つけないかとって言われて悩んだんだ。あ、悩んだ、うん、これなんでかというとさ、歴代の巨人だったら中島さんとかいるか、広島だったら絹ヶ瀬とかさ、スターがつける番号じゃん、でも太陽でさ、3番で活躍した人がいなかったの。だいたい短命に終わったりだとかさ、なるほど、あ、3番っていうのは太陽じゃ出世番号じゃないのかなっていうのを感じてて、ほんと悩んだ。なんか投資ができるような人と知り合ってさ、それで見てもらったら、いや3番つけなさい、絶対大丈夫だ、おあなたは奇数が合う、だから3番は絶対いいからっていうようなことで粉塵がついて、まあ、3番をつけた。それが決め手というか、もうそれで信ずるものが救われる。すごいな。だから人を名前をつける自覚とかあるじゃない。親とかつけてくれた？いや、自覚は多分うちは関係ないと思います、ね、自覚をつけた自覚はないと思いますね。お前は何かつまんないから。それでやっぱうちの息子とかもさ、自覚をしっかり調べてつけた。へえ、ちゃんとやっぱり好きな番号ってあると思うんだよ。ありますね、ありますね。だからそれは多分ね、俺の中では間違いじゃないと思う。それから数字にこだわるようになって、親がどういう気持ちでつけたかっていう気持ちもあるわけでしょ、はい、その字が持ってる画数みたいなもん大事なわけじゃない、はい、だから番号ってすごく大事なもんなんだと思うんだよ。だからプロ野球選手の中で目が出ない人、こういう人たちは番号を変えることはすごくいいこと、変えてみるという、はい、気分転換してみるとか、言えば変えてもらえるもんなんですか。まあ、期待値とかもありますよね、その選手とか、まあ、もちろんね、はい、あとはやっぱりどうしてもなんかこうしっくりこないと、はい、いうようなことを言えばしっくりくるような番号に変えてあげようっていうのが親心なんじゃないの。車のナンバーでも見てもらう人がいて、俺がたまたま車乗ってって、おーとか言って出迎えてくれたの、はい、お前いい番号乗ってんなとか言って、うん、いやこの車この番号だったらおそらく事故は回避できるよみたいな。それまた投資の人ですか。また違う投資の人。そうそう、違う違う。それからもずーっとそれだ。あ、そうなんですか。うちの息子たちも全部それ。それもついてるんですか。事故させたくないじゃん。そうです、ね、俺も事故したことないし、だから、まあ、そういう意味では、はい、数字をね大事にしてほしい。運勢的な俺悪いなと思ったら思い切ってそう自覚を調べてみる。で自覚を調べてみて、もし引っかかる点があれば、まあ、解明とか、だからそういうのも一つの気分転換だよ。皆さんぜひ参考にして、はい、してください、ね、はい。